キャリア教育コーディネーターとは、地域、産業界の持つ教育資源を活用し、学校におけるキャリア教育の充実を図るため、学校と外部をつなぐ役目をする学校外、教育支援人材。2011年より、一般社団法人キャリア、教育コーディネーターネットワーク協議会による民間資格として、資格認定制度が制定された。キャリア教育コーディネーターとは、 2011年3月、経済産業省により作成された、キャリア教育コーディネーター育成ガイドラインでは、以下のように定義されている。キャリア教育コーディネーターとは、地域社会が持つ教育資源と学校を結びつけ、児童、生徒等の多様な能力を活用する場を提供することを通じ、キャリア教育の支援を行うプロフェッショナルである。常に、学校や児童、 生徒等の現状を理解し、キャリア教育コーディネーターとして、一定の知識、技能習得後も、自ら学び成長し続けていく努力を怠らず、我が国のキャリア教育の発展に努める。政府は、関係大臣で構成される、若者自立、朝鮮戦略会議において、学校段階からのキャリア教育の推進を、最重要課題と位置づけ、 2005年度から関係省庁の連携のもとにキャリア教育を推進する取り組みを始めた。その中で経済産業省では地域の産学連携によるキャリア教育が本格的な動きとなるよう地域自立民間活用型キャリア教育プロジェクトを開始。2005年度からの3年間小中高校の各段階において 働くことの面白さの体験や理解を促すため、NPO、企業等の民間主体の経験やアイデアを活用したキャリア教育事業を展開してきた。各地域での3年間のモデル事業を受け、地域一体となったキャリア教育を広く自律的に実現していくためには、コーディネーターの存在が重要であると位置づけ、経済産業省では2008年度から、 キャリア教育民間コーディネーター育成、評価システム開発事業として、コーディネーターを育成するための研修プログラムを開発し、その育成等を通して、自律的なキャリア教育を普及させるための事業を始めた。これらの活動を経て、2011年に、キャリア教育コーディネーター育成ガイドラインを作成。事業を受け継ぐ機関として、一般社団法人キャリア、 教育コーディネーターネットワーク協議会を設立し、同団体による民間認定資格となった。キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会による資格認定試験。受験資格は、キャリア教育コーディネーターネットワーク協議会認定の育成機関における育成講座を修了し、実践コース修了証を保持していること。試験合格後、会員登録により資格付与となる。 試験は、小論文、記述試験、実技試験、面接で構成され、キャリア教育コーディネーターに求められる知識、技能を審査される。キャリア教育コーディネーター育成ガイドラインに基づいた、研修エントリーコースと実践コースの2コースに分かれており、実践コースの修了証を保持していることが、資格認定試験の受験資格となる。エントリーコースは、30時間の講義型、 参加型研修でキャリア教育に関する知識とキャリア教育コーディネーターの活動に必要な知識を習得するもの。実践コースは学校でキャリア教育プログラムの実施にあたり必要とされるコーディネート業務を実践しキャリア教育コーディネーターとしての基礎的技能の習得するもの。最低限一旦維時間の授業に直接携わるための実践活動を行う。 ありがとうございます。